工事の枠が3つあれば吉田を使う。まずはセリーグ、中日の選手の入れ替えが発生。続いてパリーグ、鈴木選手が移動になりました。マリーンズこの苦しい中石川と言わしてあげれる選手層がさすがにライオンズとは師とは違うなって思った。今日くらい分かってくれ。金子、若林、高松、実質、長谷川、実質4人だけの外野手で今日野球をやるってマジっすか。やっと辛抱あげてくれたけど内野足りなくない。岩下復帰きた、慎吾も来た、岩下選手も昇格した、これは楽しみやぞ。やっと慎吾も上がってきた。中村聖域か確定だな。内野手減らして外野手上げてんもん。キュートはこっから2軍で打席確保かな。慎吾ファイティン。マナヤ抹消会をどうした。ついに中日ドラゴンズの始まりです。うおおおお、ドラゴンズ最強。これがゴールじゃなくてスタート連勝しましょう。あ、122連勝ありがとうございます。打って守ってを期待してる。ようやく本気出し始めたか。高谷さんの持ち味をたくさん発揮して勝利に貢献できますように。次は立浪という試練を乗り越えろ。今日から本格的に中日ドラゴンズ始まる。これほど素晴らしい工事があるだろうか。ご視聴ありがとうございました。